ヤッホー、元気ですか。前回は歌うと出ないけどね、入ってなかった。だから今日は歌から始めます。なんでこんな暑苦しいコート着てんねんで、嬉しいね。これはね、この文章の最後に、春の嵐が来る前に、暖かい風が吹く前に、重いコートは脱ぎ捨てなあかんっていうのは、過去にこだわらんと前向きに行きなさいみたいな、そういうメッセージ。バカだと言わんでもええがな。本当はな、こう替え歌にしたいんだけどな。この歌でやっぱりほら、思い入れのある人もおるやんか。だから普通に歌います。ここへもね、始めます。で、帽子が当たるな、これ。まあ、ええわ、邪魔やな。我慢するわ。どうも邪魔やな。本君と流れて、わかった。あらあらあら、ええ、左利きのあなたの手紙、右手でなぞってなめてみる。いくら書いても埋め尽くせない、白紙の本業がそこにある。なんて呼べるほど綺麗事で済むような、男と女じゃないことなど薄々感じていたけど、あの夏の秋がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、夢を両手に街に出て、もう使えず帰るけど、優しさの扉を開ける鍵は、眠れない夜がそっとしてた。心と体を開き合い、それから始まるものがある。それを愛とは言わないけれど、それを愛とは言えないけど、あの夏、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、私の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、
春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に行こうとは脱ぎ捨てなければ歩けないようなそんな気がして、よろしく。入ってるかな、ちょっと待って、いや確認するわ。入ってるな。よし、なんでこの間止まったんかな、ちょっとわしもよう分からへんねんけど。よっしゃ、今日のタイトルは、あれ、どんくさいな俺な、いつも。あれ、おりゃ、よし、今日はな、普通のあの歴史ずっと言っても面白ないやんか。だからみんな分かってほしいのはさ、この歴史を通じてな、自分には自分の人生において、あ、どうプラスなんのかなとか、誰がどうこうじゃないねんか、その歴史から通じて、あ、これ勉強になるなっていうのを汲み取ってほしいの。だから最低限難しい名前とかどうこうはいらんねん本当は。でも人に喋るときにちょっとあった方がええやんか。でもあんまり難しい話してもあかんからさ。だからあんまりそうなるとみんななんか歴史ばっかりやるからさ、流れだけ分かってほしいね。例えば慶喜ってみんな知ってるやんかな。じゃあ今日徳川慶喜、普通読まれへんわな、これケーキな、丸裸にしてみようかなと思って。面白いやろ、慶喜を丸裸にすんねん。名君、それとも暗君、これ面白いね。これ昔、歴史もちょっと好きやったから、まあ、最初パッと聞いてたら大阪城から自分だけ逃げんねやんか、ちえと思うとったんや。で今度こう慶喜だけの一冊の本を買うとかな、でまた見方が変わってとか、また違うんで、もうあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしてるわけで。今渋沢栄一やねんか、渋沢栄一があの慶喜のずっと伝記を書いてるわけやんか。それを読むと一生懸命フォローしてるわけやんか。なるほどなみたいな、いやそんなこともあって、だから俺自身が自分の意見を言うとみんなそのように思うからあんまり良くないやん。でもちょっと過激に言うた方が調べやすいやんか。そやろ、まあ例えば言うたら、日本で言うたらさ、シーボルトってどこ見てもええ人やろ、治療はただやしみたいな。でもそれによってお金で受け取れへんけど、美術品やったら受け取ったみたいな、なんでスパイやったからやみたいな言うたやんか。みんな調べた？調べた？出てきた？そやろ？それだけやないね。まだもっと調べたらわかるんやけど、彼、オランダ人行くと言ってるやんか。オランダで自分が収集してるやつ、売って、皇帝って言うて、めっちゃ高い値段で言うてな。断られたから言って、またへん言うて違うとこ行くとかな。まあ、そんなもんはいや、あんまり釣れたらあかんわ。いや、とりあえずな、やっていったら、日本ですごい高評価かもしれへんけど、え？みたいなやつがいっぱいあるわけ。そのなんか手がかりになったらええかなみたいな。だからそういうのは一つの引き出しやけど、今回言う慶喜っていうのは、今ほら、大河ドラマで、何やったかな、青天を衝くかな、あれかって、渋沢栄一すごい漢文が好きでさ、あれ19歳の時に自分が作った漢文やからな。その一節を取って使ってるんが、やからな。だから昔の人って本当に賢いなと思う。わかるかな。で、とりあえずは早速やってみようや。あ、ほら見てみえ。また俺、
ほら。なんでやろ、これ。なんでこんな俺。頭悪いんやろ。開始とか押すの忘れとったわ。アホやな。あ、この歴史。せや、もう今日は歴史から行くわ。もうなんか過去どうこうええけどさ。よっしゃ。んで、丸裸にしてみんで。じゃあみんな、慶喜ってどんな人と思う？どんな印象ある？何？大河ドラマ見てて。途中やからまだ分からへんけど、みたいな。あの、草薙くんがやってるやつやな。よし。ちょっともう、じらさんとやっていこうか。まず、これ覚えといたらいいわ。な。まあ、とりあえず変質者言うたから、二神物と双心持ってるとか、わけわからんやつね。なかなか雲みたいに掴まれへんようなやつ。本心出せへんねん。子供の頃からやね。で、彼はまず、初代から15代までおるけど、将軍な。一番長生きしてん。76歳。ヒーローや。ヒーロー。76歳まで。二番は、家康。73歳や。まあ、二つぐらいで言えば、あんまりガチャガチャ覚えんでいいけどね。わかるけど。だから、一番長いこと生きててんや。長いこと。で、その時にな、江戸幕府264年を終わらした将軍や。終止符や、今やったら終止符。江戸幕府264年に終止符打ったとかや。今日俺終止符打ったやろ。終止符。重いことは脱ぎ捨てなければいいことは、もう従来関係なしに、みたいな。ね、で、もっとこう、ちょっと具体的なこと言うたらさ、他全部、家臣団がすごいついてるやんか。だから、終わり、紀、水戸って言うけど、水戸だけが、もうすごいバラバラやねん。だって、幕末考えて、水戸の人って残ってる人誰もおれへんやろ。薩摩、長州、土佐、備前、そういう人有名なやつおるやん。水戸だけは誰もおれへんやろ。藤田東子っておんねんけどな。藤田東子の息子が藤田小次郎って言って天狗党を作ってみたいな。で、慶喜に助け求めに行って逆に全部殺されてみたいな。まあ多分もうそろそろあんのちゃうかな。天狗党次ぐらいの時出るんちゃうかな。で、天狗党と諸政党で分かれんね。要するに保守派と革新派で分かれて、もう水戸藩の中でぐちゃぐちゃなんね。だからすごい複雑やね。だからまあそんな難しいことはまだ自分で調べたらええねんけどな。要するに家臣団おれへんというのは、一番信頼してた男が誰？そう、平岡平四郎で殺されたんやんか。1644年に殺されんねんかの、多分6月ぐらいかな。多分だから幕臣ではないねんか。わかるかな、言ってること。だから彼が将軍なんのは1866年やからな。66年になって10ヶ月しか持てへんから。だから円城の時はただ一つの家臣やったわけやんか。で、渋沢栄一がパリ出発1ヶ月前に多分将軍になって、そして幕臣なんで、幕臣いうことは江戸幕府の子分ってことやで。まあみんな知らんかって、そのうちなんか調べていったら出てくるからさ。ほんで、家臣団、信頼するやつはその円四郎以外に、あとかこう3名ぐらいおんねんけど、その3名が全部、原市の信とかこう有名なそう3人おんねんか。それが全部暗殺されんねん。一人ぽっちやねん。だから、農務員でデパッと出てどうこうのを、そんなにこう面識のうても、渋沢栄一がこう、ちょっと重宝されたみたいな、生きさつかんねんか。だから人生どこでどうなるか分からへん。彼はもう将軍になるん嫌いやってみたいな。でも実際分からへん。なりたかって最初に断ってかもしれへんねん。だから賛否両論いろんなね、いまだにね。で、要するにたった彼は10ヶ月やからな。たった10ヶ月。分かる？1866年から67年の大政奉還までたった10ヶ月やからな。15代将軍たった10ヶ月やから。
でも波乱万丈の人生、ね、でも彼は1867年パリ博で帰ってきて69年に謹慎が解かれんねやんか。それからも自由、静岡県で、静岡藩やけど年間70万石もらえんねやんか。でも家臣が会いに来ても会えへんしみたいな、もう道楽三昧、趣味三昧足らんわけやんか。それ全部静岡一がフォローしてたからね。だから慶喜ってあるけど賛否両論めちゃめちゃあって、それをこうちょっと面白くやっていこうかなみたいな、まあ、例えば、まあ、以前言ったかもしれへんけど自転車で傷害事件第一号やからな。べっぴんさん見とってさ、バーン看板にぶつかって、呉服屋がなんかの看板ぶつかって、そして損害賠償請求されてお金払ってるみたいな漫画みたいやろ。彼すごい写真が好きやねんけど、まあ、世間ですっごい褒めてるけど、コンテスト出るけど一回も撮ったことないけどな、入選すらしたことないけどな。だからそんな職業を書くときに元将軍とか書かれへんやんか、まあ、書いてもどうかもしれへんけど関係なかったよくて、そのカメラ業界はかっこいいなみたいな。あらら、またこれ変わってたな。でそこへ到達するまでに、例えば面白い話はいっぱいやっていくわな、みんなこれがほんまかいなみたいな。例えば恐るべき陰謀者が出てくるんだ、歴史で言うたらな。これごめんな、西郷隆盛のファンとか岩倉具視のファンとか慶喜のファンごめんなやけどな、これ現実やから。要するにどういうことか言うたら、大政奉還するやん。大政奉還する前にまだ話するけどな、要するに慶喜が追い詰められんねやんか。だからそれやったらもう自分から大政奉還するねんか。してもうたら薩摩とか長州はしまったらどうすることもできへんねやんか。政権返してもうたら何も言われへんやんか。わかるかな。だから大政奉還した言うたって、その後ね王政復興ってやんねんか、何の力もあれへんねん。土地返せよ、誰かがそんなんやったら薩摩土地返せやみたいな、長州都市返せやってなるからな。だから最後高森とか大久保利通っていうのは、この慶喜がさ何考えてるかあれになって、なんでやねんみたいな、あれこれどないしょ、わかる。だって返されてもたら意味あれへんやん。それで例えば最後こう言われるのがな、書いてるかな、これな、わかるかな。え、例えばないかな、これ。いいように考えるとな、大政奉還することは分裂してはあかん。日本はそんな親ジョイやねや砂漠や金の、ね、言うてる場合と違うと、分裂したらあかんと、夕飯が連合せないかん。これ綺麗事やけどな。でその後王政復興、明治天皇ってこんなちっちゃいねんか。ちっちゃい時に鳥羽伏見の戦いなんで起こるかって言ったら、ここでな、わかるかな、鳥羽伏見の戦い、王政復興、ここで大政奉還してしまったら薩摩長州どうしようもないねんけど、一応この王政復興っていうのは公家である岩倉具視が王政復興やってやんねんけど、別に何の効力ないねんか。だって調印も何もないねんか。その前にな、これあれ倒幕の密約ってなんねん。でこれはどういうことかって言うたら、島津久光とか大久保利通とか西郷隆盛とか岩倉具視、特に岩倉具視と思うねんけどな、が組んで、要するに逆賊なんや。慶喜が、慶喜を撃てって天皇の命令や。嘘やんか、だって天皇めちゃちっちゃいのにみたいな、な夏でも何もあれへんねんか。それ全部岩倉具視が仕込んだんやんか、わかる。ほんだら慶喜っていうのは昔から水戸藩っていうのは水戸光圀、水戸光圀いうのは
徳川家康の、子供の子供や。第十何代かなの子供の子供やからな。だから、要するに自分らは絶対将軍になられへんから、尊王、天皇を用意しようみたいな感じになってくるんやんか。尊王やからな。で、攘夷はあっちゃいけないんやけど、基本的にみんな尊王やねん。天皇を崇めて、みたいな。で、吉信は小さい時から、そのお父ちゃんに、成明にガー言われてきたもんやから、水戸学っていうのは、天皇を優勝して、みたいな。天皇に絶対逆ろうたらあかんっていう、もう根っからその形に染み込んでるわけやんか。だからその時に、倒幕の密約となると、どういうことやねんやけど、みんなに言われてもたら、ちょっと待てよって言われへんねん。いや、ちょっと、天皇に逆らってるわけないやないか。わざとと分かってても、そしたらもう、返還するわって返すねんやんか。そしたらな、返還したら、これや、要はな、始末から、あまあまあ、この、勤皇って天皇優勝するよって。で、開国派やねん。でも、周りから見たら、鎖国派でなかったら困るんやもん。わかるかな。ほんで、薩摩嫌いやねん。この吉野部は。で、幕府も嫌いやねん。なんで敵ばっかりおるから。家臣団ないやん。信頼できる部下ないやん。それが、吉野部の心境やねん。だから誰にも言われへんねん。わかるかな。すっごい大変な状況みたいな。仲間が、分かってくれるやつが、周り敵ばっかりやねん。みたいな状況が吉信やねん。それをちょっと分かってほしいね。みんなこんなこと多分誰も言えへんやんか。だって、要は、その、一橋にしたって、水戸にしたって、水戸かって言うてんか、その、諸政派って言って保守派と、その革新派言うて、それが天狗党ってあの、藤田東子の息子、小次郎っていうのがやってもってみたいな。だからそこで、こう、いろんな、こう、ぐちゃぐちゃなわけやんか。だから吉信にしてみたら、どないなってん。だから要するに、吉信のお父ちゃんは成明やけど、お母ちゃんは、アリスがアリスの宮っておるやんか。あれの王女や、皇女やねん。ということは、天皇の直結やんか。お母ちゃんがやで。みたいなのがすごいあるから、天皇に関しては絶対逆らえへんみたいな感じやんか。みたいなのがあって、みたいな。もう話は前後するけどな。で、どこやったかな。これ。要するに、王政復興したって何の力もないから、このままいったら、返したんやし、土地も返してと、お前らもみんな返せよってなったら、効力ないやん。そして最後、高宗がするね。どうするかって言うたら、庄内藩ってあるやん。庄内藩言うたら、幕府べったり。だから、庄内とか、会津とか、桑名とか、津とかは、幕府べったり、こうな。その庄内藩を焼くね。ば、燃やすね。怒るやんか、そんな。普通誰でも家、焼かれたら怒れへん。その時に、文句になったら薩摩藩へ来い、みたいな、これも言うたことあるかな。まあ、言うたことないやつがおるから一応言うとくけど、まあ、入れてへんわ、俺。相良創造って30歳やけどさ、めっちゃ性格も丸やねんか。で、結論的に最後、出る、最後高森に騙されんねんけどな。ほんなら奥さんもさ、なんでやねん言って自殺すんねんか。なんかすっげえかわいそうみたいな。で、その時おった、増光久之助のもんねんか。要は同じような、この増光久之助いうのは、薩摩藩のやつやねん。だ西郷隆盛、どこやんか、自分の部下やんか。指示とかしとったんやけど。な、どうこうした時に、勝海舟がそいつ捕まえるわけやん。増光久之助を捕まえてさ。じゅーっと置いとくねん。そして、無血解除あるやん。その時に、おい、命やるからさ、命殺せへんからさ、西郷隆盛にちょっと連絡取れや、みたいな。
の連絡屋に使われるわけ。でその時に高橋デイシューってな言うねんけど、吉野にべったりお金ついてなあかんから言うて、もう一個出られたかな、同じデイシュー、高橋デイシュー、あ、山岡哲秀とこ振られるわけやんか。で山岡哲秀と西郷隆盛が本当は勝海舟がどうこうしてるわけないねんか。で後で俺がやった言うねんけど、実際みんな知ってんねん、そうじゃないみたいな、あの出しゃばりやからな勝海舟って。だから慶喜にしてみたら、なんで勝海舟をよいしょするかって、勝海舟っておじいちゃんがあんまさんでお金で旗本の職を買ったからさ、それぐらい部下がおれへんねんか。だから坂本龍馬もそうやんか、誰も部下おれへんからよっしゃみたいな。だから慶喜のとこは誰も部下がおれへんねんか、信頼できる誰もおれへんねんみたいな感じやねん。だから最後は高森がわざと庄内藩で火つけて、で相良総長に文句あるんやったら薩摩藩へ文句言いに来いってわざと相良総長に言わすの。分かれへん、30歳の若者やから、よっしゃ俺がメインになったんか言うて、結論的に言うたら知らんぞ言うて殺されちゃうみたいな、めっちゃかわいそうやね。で奥さんもすごいショックで死んじゃうみたいな。で松光清之助は栄養に使われるわけやんか。だからそれを仕込んだのは全部西郷隆盛やね。だから汚いこといっぱいしてるわけやんか、こんなん表に出てけへんやんか。すごいな。だからそれもちゃんと記録に残ってることやしみたいな。でも表向きはいやいやいや薩摩藩って焼かれたから戦争になるやないかっていう鳥羽伏見の戦いの走りになったんやんか。彼が全部それ仕掛けてほっとったアウトやんか。でもその庄内藩がクソー言うてこうなるやん、そら何もないのに焼かれて文句やって焼いたら、最後高森にしてみたら、うわ庄内藩焼かれたからこれは仕返しじゃないかんわってなって始まったんが鳥羽伏見の戦いやねん。世の中汚いよみたいな、栄養ばっかり言うてるけどすごい汚い現実やんみたいな、そんな表に出えへんやん。で岩倉具視っていうのはな、まあまずみんなが知ってんやったらさ、岩倉使節団行ったやんか、1871年に行って73年に帰ってきた言うたやんか。それ本当は大隈重信の案やねん、でもパクられて取られたみたいな。だから大隈重信が留守番やってん。しかも107人や。107人も行くねんで。普通ありえへんか。政権取ってどうこの時に、おいみたいな。ほんで、留守番してんのが西郷隆盛と、あと江藤新平とか、井上薫とか、山形有朋。こうめちゃめちゃ昔頭固いやつが全部留守番になったわけやんか。で、岩倉具視も、例えば、パリ博行くやんか。秋武って慶喜の腹違いの弟な。当時14歳や。それでも33人やからな。で、その時に、薩摩藩も行くやんか。12人やからな。この出てんか。清水ちゃん。だから彼は個人で商人でやったやんか、宇三郎ちゃんな。だから要するに岩倉具視っていうのはその前に七橋流れっていうのは要するに、これまたすごいみんなややこしいねんけど、8月18の政変のがねんか、それと金門の変ってやんねんか。この辺すっごいみんな詳しく教えへんけど、俺もできるだけちょっとこうピッて、あんまりこうずっとなんか歴史ばっかりになってて嫌やねんけどさ、俺もすごいやりたいねんか。この岩倉具視、おいおいおいみたいな、すごい腹黒い、もっと一番いけないことしてんのはな、まずちょっと慶喜をこう追い詰めるやんか。
要するに追い詰める言うたんやが、どこや、どれやった、もう俺もあちゃうわ、どれや、もうええわ、あれどれや、あもうええわ、目の覚めきだ。で要は岩倉朋美いうのは一番こうそれしたらあかんやろってやるのは見張ったあるやんか、錦の見張った勝手に作るからな、黙って。そしたら吉野にしてみたら天皇万歳やから、まさか天皇に逆らうかったらってなってやる気流して逃げてもうたみたいなのがあるわけやんか。なんでやって、みんな他のやつを、ね、俺が逃げたら戦意なくすから戦争せんやろ、あとの勝手な理論やで。でも吉野にしてみたら天皇には絶対逆らわないいうのに、岩倉朋美は狡猾やからそこで錦の御旗を作んねやんか、勝手にやで。そしたらそれ見たらみんな普通のやつありやと思うやんか。例えば第一長州征伐したらやんか、1844年15万対4000やからな、15万対4000やからな、普通に戦おうたら絶対幕府軍が勝つんや。ただメンタル的にアウトなった部分とかどうか、それ答えないやんか。だから客観的に見て歴史どうこうやなしに、それから自分は何を学ぶか、西郷隆盛どれ見ても鹿児島では何部言うてもええ人や。岩倉朋美っていうのはその前に三条実臣っていうもっと上の人がおんねやんか。それも七教言うてさ、もっと分かりやすく言えばな、まあ、あんまりこう勉強っていうよりもな、尊王攘夷やっていう前に、例えばみんな井伊直弼知ってるやんか。井伊直弼あれ革新やと思ってたやんか、ちょっとあれ保守派やからな。安倍政宏が革新派やからな、ちょっとマイナスすぎて難しいかもしれへんけど、で安倍政宏の方に松平春嶽とか、あと島津成明とか、あと伊達宗成とかがこうつくんやんか。ところが次の年に井伊直弼が大老なんねんか、1858年に。で大老になってどうこうしてみたいな。だ今までは日米修好通商条約の時は大老ちゃうかったからさ、バーッとなった時に大老になったから、なら大老になる前に言いに行くねん、慶喜が。今まで一切慶喜は政治にも口出しせへんかったん。でもこれ天皇絡んでることやからさ、言い直すけよと。まあ、条約調約したらそれは言うてへん、それは失礼やけどな、その知らせなんでやってへんって言うてん、飛脚やろ、天皇に対して失礼違うかと。せめて自分が行かれへんかっても誰かが自らの手で渡すのが当たり前と違うかなって言うて、言い直すけど何にも言われへんかって、ええー、みたいな。そしてそれから大老なんねんか、そしたら待てみたいな。ほんで慶喜とか松平春嶽とか自分のお父ちゃんとかが全部安政の大国なんだ。その時吉田松陰もそうやし、わかるかな、そうやって全部捕まってしまうわけやんか、100名ぐらい。わかる。ほんだら水戸藩にしてみたらくっそうともねんか、水戸藩が尊王攘夷や、うわもう待てみたいな。そして桜田門下の変が起こんねん、2年のうちに、1859年やんか。58年にペリーが来て、53年にペリーが来て、翌年に 日米和親条約結んで、58年に日米修好通商条約が結んだやんか。まあ、天皇に意見言わんと
やったんや、まあその下のやつがやったんやけど、でもまあ全ての責任俺やってかっこいいねんけど、それで慶喜が意見言うてみたいな、で大老になって安政の体格で100人ぐらい全部粛清したわけやんか。そしたら水戸藩のやつが桜田門外の辺でやっつけたわけやんか。もうその辺もっとすっごいややこしいねん。で今度は幕府側はさ、あ、俺も殺されたら嫌やからなっていうことで、あのあれすんねんか、あんまり厳しくせやんねんか。それちょっと言おうか、ちょっとややこしいやろな、これちょっと言うてみろな。あんまりこんな勉強みたいにしてよく好きやないねんけどな。例えばな、禁門の変に言ってしまうな。禁門の変言ったらな、日下源水とか牧泉とかいうやつが首謀者やねん。日下源水言ったら23で死ぬねん、長州藩でめちゃめちゃ できたやつ。高杉晋作と日下源水とみたいなのがすごいこう有名やねんけど、23で死ぬことはすごいやんか。ほんで長州藩っていうのは15万円。幕府軍な。長州は4000円。圧倒的に勝つねんやんか。な。んで、騎兵隊、この時に、騎兵隊の高杉晋作が、多分、牢入ってたやつを、出て、この明かりに第二回の時かな。で、とりあえず高杉晋作がすっげえ頑張んねんか。みたいなのがあって、慶喜は、あ、もう、戦争なんか、慶喜自身は戦争したないねんか。わかるかな。でもこれ考えて、1864年やん。これ考えて、1862年に何があったん？生麦事件言うて、久光が、参勤交代、ちゃう、江戸行くときに、イギリスのやつが馬で来て、で、一人殺されて、一人女の人で二人がこう、傷つけられて、みたいなな。で、えらい金払わされて、みたいなのあるやん。それが62年やん。で、次の年に、撮影戦争と、要するに薩摩とイギリス戦争して、これは勝たれへんわ言うてんか、五代友厚と寺島念のりが捕虜になってみたいな、宇三郎が助けてくれたやつな、あれやんか、あんなんがあんねんか、これ全部だから連なってんねんか。で要は騎兵隊っていうのはもうそのどう言ったらいいかな、騎兵隊っていうのは高杉晋作っていうのは上海行ってんねんか、行ってて、うわこれはすごいわ言って、あのピストル、あの坂本龍馬にやってるからな、一丁な、二丁五で来てみたいな、だからこれはすごい、こんなん勝てるわけないわって知ってるわけ、高杉晋作は。ほんで慶喜もすごいやっぱ勉強家やからめちゃめちゃ知ってんねん、そんなこと理論的にはな。ほんでちょうどその家持ちが死ぬねんやんか、裸足で死ぬねんやんか、みたいな、そこで死んでもうたら俺嫌や、でも孔明天皇が自分のこと分かってくれてると思っとって、だからなんぼやっても絶対大政奉還やっても孔明天皇が絶対慶喜を指名してくるって思って、仲ええから。ところが家持ちが死んだらその後ね、これ、あ、これがあったよね。要は、はい、出兵する、やっぱりやめたみたいなんで、孔明天皇にめっちゃ怒られんねん。慶喜が。行くぞやめた行くぞ、武士からしてみたら絶対大嫌いね。一旦行くぞ言うて、理由もなしやめた、なんとかやめたみたいな、しょっちゅうやんねんか。ほんなら、孔明天皇心でふざけんなみたいな、この変質者みたいな。二心持ってみたいな、絶対本心言えへんからな。からこれが多分だから今孔明天皇は殺されたかもしれへん言われるのそこやんか。ほんならあっちゃみたいな、死んでもうたらうわどないしようってなるやん、わかる、64年この後うわみたいな。ほんなら慶喜にしてみたら内戦をせんと開国したいねん、でも武士としたら最低やんか、戦わんとふざけんなみたいな、当時武士社会やからな。ましてや江戸幕府なんか
自分がもし将軍なんて、将軍なんて66年やねんけどな、なったとしてもみんな反対やんか。武士道とは反することばっかりやってんねんから。要は、わかるかな、これ、損得感情平気で無視するね、合理的やねん。だから、武士っていうのは損得感情じゃないと、真心や、どうこや、いや、自分の主義主張を守るが、武士道やんか。中国でもそうやけどな。それを関係なしに、その時その時で判断する。これは武士としては最低ってなるわけやんか。だからそこにおるわけ。それのボスやねんから。だから自分は幕府あんまり好きやないねんやんか。島津もあんまり好きやない。薩摩もあんまり好きやない。好きやない。内戦もしたない。みたいな。本当は将軍なんかなりたなかったんやけど。みたいな感じ。な。で、あら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 。え、あら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 。んで、どこに出たと、これか。な。んで、1860年に将軍になるわけやんか。だから、その時に、フランスってなんか、ロッシュって言うんだけどな。ロッシュに近寄んねんか。そしたら、わかった言うて、お金とくれて、それを、小栗浩介ですけど、小栗で、やっぱり俺、江戸幕府では一番、頭の切れたすごいやつ。41で死ぬねんけどな。小栗忠政って言うねんけど。これすごい、隠し金山どうとろこうと言うと、すっごい小栗忠政ってすごいやつ。まあそれもいいペン。それだけでもずっとなんか一個できそうやけどな。で、積極的に外交すんねんか。そして神戸港を開くねん。これどういうことか言うたら、本当は全部平成やってんけど、勝海舟が入れ知恵でな。いや、これからは壊せなあかんって開いたら、今度は、幕府側じゃなしに、天皇側嫌なわけ。おい、ちょっと待ってそんな神戸やったら、おい、ちょっと危ないやないか、みたいなのがあって、全部周りペケになるわけやんか。その時に、多分ね、あいつが帰ってくるのが、渋沢栄一が帰ってくるのは、1868年の11月に帰ってくるんだけどな。もう大勢を、全部終わってから帰ってくるんだけどだから、ね、パリ万博も進めるわけやんか。これは外交大切や、言うて、終わるかな。で、こっち側で言うたら、それを、その作戦っていうのは列強から大絶賛されんねん。例えば、四国艦隊って言ってるけど、イギリス、フランス、オランダ、アメリカから大絶賛されんねん。だって、戦争戦と入れたら丸やからな。で、この倒幕の密約いうのを、岩倉具視が、わざと、嘘の分、中山とか、ほら、久米の、組んでな、全部嘘の分で、これから全部嘘やねん。大久保と、岩倉具視が勝手に作り上げたものを、密約や言うて。で、こいつらを味方にしけて、みたいな。それで、ほら、あれだね、フランス資金援助ストップとするやんか。なんでストップされたか言うたら、モンブランや。モンブラン、またそれ言うてんから。関係あんねん。で、もうこれではあかんと思って、そんな逆ろうてまで嫌や言うて、大勢奉還すんねん。分裂してはダメ。夕飯連合。でも、この下心の中では、どうせ、公家要人、政治要選士、で、孔明天皇はどうせ俺指名してくれてると思うとったんや。な、孔明天皇は亡くなるわ、みたいな。で、薩摩と、長州が手を組むわ、みたいな。で、その後に王政復興、明治天皇ちっちゃいねんか。でも何の効力もないねんか。な、大久保利通も西郷隆盛も、くっそ、どうしようもないか。返されてもたらどうしようってなろうけど。なら、吉野にしてみたら、朝敵となるのが嫌やんか。今までずーっとちっちゃい時からそういう教育を受けてきたから。そしたら、世間はどういうことか言うたら、まあ、吉野が思てるかどうかあるんやけど、よかった。植民地に並んでよかった。全部吉野部のおかげや。ってなんねやんか。だかそれは、吉野部を良い諸派やんか。先見の明がある吉野部って言うと、
逃げてばっかりして双心なんやっていう吉野部派とみたいな。ただこれからまた後半があんねんが、この後な、この前にまだもっとずるい、今度は吉野部が ずるいずるいって言うとおかしいけど、要するに岩清水八幡宮へ上位のお祈りに行こうっていう時に、家持な14代将軍を行くねんけど、家持ちは行きたないねん、いや頭痛い、いや絶対行かなあかんって連れて行かれんねんか。で吉野部にしてみたら、どっちを選んも上位分かりましたってなったら外国へ戦争せなあかんやんか。受けへんかったらどういうことかみたいな、天皇に逆らうんかって、どっちにとっても地獄なわけやんか。刀取っても地獄、取れんかってもよく。そして吉野部はどうしたか言ったら警備を使う。吉持に病気やから言うて、自分は言ったら、いやお腹痛い、お腹痛いよ、すっげえお腹痛いわ。だって俺もさ、運転する前にすごい腹痛なったりするからさ、経由でもないねんけど、メンタル的にかもしれんの、そうなんねんか。で、その後ここや。8月18日の政変が起こんねん。これどういうことか言ったら、8月の18日の政変は、1863年やねん。な、ほんならどういうことか言うたら、今まで長州はすごい力持っとったっけ、尊王派、尊王攘夷がめっちゃ力持っとったんか、尊王攘夷派がうーんってめっちゃ力持っとったんか。ほんならここで家持ち14代将軍もで嫌でしゃあないやんか、こんなんみたいな。そしたらもう長州をやっつけようみたいな、長州をやっつけるためにって言ったら、西郷隆盛が味方になってくれんやんか。それは後部合体って言うんだけどな。ほんなら今までめっちゃ強かったやんか、この尊王攘夷いうのがめっちゃ強かってみたいな。でその前に今度はほら天狗党ってやったやんかな、天狗党もパーなったんやけど、天狗党って千人ぐらいおってんからな。だから今度はな、奈良でな、吉村虎太郎を言うて土佐藩のやつがして、天柱組つくね、天柱じゃって聞いたことない、天柱じゃみたいな。でそれはこの岩清水八幡宮来たら俺らもっとパワーできるわと思ってんけど、当然これ中止なんねんか。ほんなら天柱組がええー言うて何もせんまま自然調味する。でこれを見た順中連か、誰や、長七郎のお兄ちゃんなの弟が長一郎って言うねんけど、こんな事情知ってるからもう尊王攘夷はあかんって言うて、命がけてやめやめやめ言うて渋沢栄一を止めすんねんか。こういう理由があるの、ここの、まあちょっと自分で調べるのは分からへんと思うけどさ。ほんでそれがあってみたいな。ほんで33年っていうのは、要するに岩倉朋美よりも上のやつな、七行地言うて全部長州へ追いやんねん。んだら今度は島津久光、俺らがやったったやないか言うて、で公家と、ほんだら吉野はどうするか言うたら、泥酔作戦で両倒りすんねん。両倒りして、おい久光よみたいな、ええ加減にせよみたいな、何考えてんねんみたいな、こう酒に酔った勢いでガーッて言いたいこと言うねん、お前らな。で横にクゲよりやんか、おい久光から南部も出んねん、おい薩摩藩から南部も出んねんやってなって、みんな聞いてるところで言うたやんか。だしーっとなってしまってみたいな、こういうこう演技をするわけやんか。だから吉野部にしてみたら何考えてるか分からへんみたいな、こう綱渡りみたいなことばっかりやんねんか。これはさっきも言うたけどな。で出てんか、この政権返上というのは、倒幕派
政権返されたのだら理由なくなるやんか。みたいな。慶喜が返してもらったみたいな。ほんなら朝廷は政権能力ないやん。ね、公家では無理やん、政治するの。そしたら、あ、回ってくるやろうと思ったわけやんか。要するに、はい、返しました。返すんがええか、自分ならやるんか。で、やってくれってなるわけやんか。だからこれ鎌倉幕府以来、源の頼朝、いい矢を、今、いい85年か、いい箱を作ろう。せやな。以来、朝廷は政治に関与せんかったわけやんか。だから全然、天皇なんか出てけへんよ、政治に。な。で、王政復興。具体的な計画ないねんか。なんか計画あるか。だから、誰々、吉信だけ呪いで、人材だけやったけど、作戦あれへんねん。でもな、この時に、吉信はすごいねん。西天音ってみんな多分知らんけどな、切ってやるから知ってんねんけどな、西天音ってな、この間あれやったやんか、うさぼろの時な。で、その時に、福沢諭吉出てくる、福沢諭吉とか。それが、明六社っていうのを作るね。明治六年に作るから、明六社。その中の一人が、西天音やねん。西天音っていうのは、三権分立とか、議員内閣制度とかにすごい精通してんねん。で、それをしっかり聞いて、慶喜は、議題草案っていうのを、ちゃんと作るねん。すごない？あ、これ俺すごいなと思ってんねんか。だからやっぱアホではないねんか。しっかりした。そういうことがあってやってるから、アホなんかどう、みたいなとこがあんねんか。で、すごいスポット上げたんは、渋沢栄一が、平岡の円城にすごい世話になったから、慶喜さんをしっかりせなあかんことで電気を作るわけやろ、何年か。それがすごい今生きてんねんか。あ、そうか、俺、歌なんでもいいねんか、なんか俺。ねえな。例えばもう、あんまり、まあ、あかんわ。これ、日本橋だれんか、東京に。彼、自費出演。なんで、曲げたやつがどうこうやないねんけど、尾崎行くってやれんか、県政の神様のやつの。彼が、戦火を交えず、無血会場やから言うて、慶喜が書いた。慶喜自前で、みたいな、ことがあった、みたいな。でな、あ、ちょっとこれもちょっと文句あるけどな、文句言ったからな。これな、これ7歳の時の吉野の字やね。でもこれ11歳やね。これ11歳やね。で、これは、お父ちゃん。尊女、尊王攘夷。これお父ちゃん。わかる？お父ちゃんの字やね。これ7歳。11歳やね。でな、向こうの、がな、多分何でも鑑定団がこれ出たんやけどな。したの。絶対7歳のわけ。これはなんかドラマかなんか、なんかでな、絶対7歳のわけないの。これ7歳、これやもん。絶対間違ってんねん。だからな、与えられたマスコミでもっと調べてからやってほしいって思うんやけどな。あれ？と思って。7歳でランブランのあれは無理やろ、みたいな。どっちも7歳で書いてる。そんなことないわ、と思って。7歳で調べたこれやん。11歳は確かに前で。だから7、8、9、10、この3年間でガラッと変わってることや。7歳では無理やろ、みたいな。あれでは7歳で、11歳はこれ、すごいやん、みたいな。みたいな感じな。んで、もう話いっぱいあるやん。もうどれから言うてええか、あれは。もうこれ、寺屋大事件、もうやめとくわ。これ、ほんま2つある。もうこれやめとく。もうこれやめとく、やめとくわ。これが、これや。これが、な、大阪城にこもっとって、二匹の御旗見て、あっちゃうもんこれあかんわってこっそり逃げるやつ。これ吉野部や。で、松平片森も行くねんけど、松平片森にしてみたら、吉野部がどうこうよりも、将軍に逆らうてはいけないみたいなのがねんか。合図の教えとして。わかる？合図、初代合図誰がしてるか？な、まあやったことあるで。それの教えを守るから行くね。これがすごい非難対象なわけやんか。要するに敵前逃亡するわけだな。逃亡するから。すごいこう、非難をゴーゴーと受けるみたいな。
あ、本当はな。こんなんも、これ、あの、単語カードに書いてあるじゃないけど、これ全部シーボルト、ナポレオンって、年代順に書いてあるねんか。だから、吉野部っていうのは37年。書いてへんわ、吉野部書いてへん。書いてへんわ。よ、あった、これこれ。37年やからな。35年が、とかあったやろ、35年、みたいな。こうやって書いてあるから、だいたいピッピッとすぐわかる、みたいな。まあ、これまた今度機会があったらまたやるけどな。ちょっと、思ったことで、ちょっとおかしいよな。でな、俺東京行った時思うねんか。普通のお墓ってのはな、初代と三代は、日光の東照宮。東照宮と一人は、あの、輪王寺って言うて、これ、家光やねん。どっちも、日光にあるねん。後岡は、吉野部だけ、谷中霊園やねん。これ、あれ?と思って、なんで、吉野部だけ、別個やねん、みたいな。後岡は、増上寺と、寛永寺に分かれんねん。なら、秀忠、家信、家継、家重、家吉、家もし、こっち側は家綱あったよ。これなんでか言うたらな、天海が、寛永寺作んねんか、天海って言われるかな、あの、明智光秀ちゃうか、あ、熱い明智光秀の生まれ変わりちゃうか、みたいなやつな。なんか彼が作ったから、家光とか家綱とか綱吉とか、あとずっとほら、この、増上寺と寛永寺に分かれんねん。でも、吉野部だけ、なんで谷中霊園やねん。別個ではねんねん。これは一応は、増上寺の中の敷地内にあんねんか。あ、増上寺さ、寛永寺、ごめんなさい。寛永寺のお寺の中にあんねんか。あの、上野公園や。な、で、なんでかって言うたらな。なんで、この墓見て。わかるかな?これ墓やねんけど。これ、天皇家の墓と一緒やねん。そう。なんで?神道やからね。あとはみんな仏教やんか。吉野部だけでは神道。要するに天皇は全部神道やろ。だから、吉野部は神道の形でしたかったわけや。でも、死んでからどうこうでけへんや。だから、その時に、渋沢栄一。渋沢栄一とか、あと、誰やったかな。渋沢栄一と、時の桂太郎に頼むね。書いてないかな。あ、勝海舟。渋沢栄一と勝海舟が、時の首相の桂太郎に頼むねんか。なんとかして、みたいな。そしたら、公爵っていう、チームラインね。クエやん、みたいな。きっと吉野子はすごい喜ぶやん。やっぱりクエとそのすごい好きやったから、天皇が好きやったから。で、その後に日光へ行って、で、孝明天皇の墓行って、寛永寺へお願いして、そして、やけど、寛永寺は、わかる?総代の段から渋沢栄一やね。わかる?だから、寛永寺の、あの、中に、このお花を合わせる。ほんで、この、吉野部のお墓のすぐ近くに、渋沢栄一の墓あるからな。俺、数年前に行ったんやけど、その時意味分からへんかったんや。俺思ったんは、離れたとこあるから、なんでこれ離れたとこあんのかな。はい、で俺聞いてん。ほんとは、めっちゃめっちゃ愛想あること思えてんねん。いや、なんとか、ああ、なんとか、ああ、めっちゃ愛想あること思えてんねん。で、自分で調べたら、あ、そういうことかってな。だから、秀沢栄一の墓がすぐ近くにあんねんな、みたいな。な、秀沢栄一ってな、静岡におるけど、な、もう趣味三昧したけど、男10人、女11人、子供作ってるからな。なんやねん、みたいな。だから、どうやねん、みたいな。で、な静岡での余生やどうしてるかって隠遁制約1869年に謹慎解除されるやん複数の女性10人の男
11人女作ってみたいな、サイクリングで美女見ててボンと5億円かなんかにぶつかんねんか。そして損害賠償、日本で最初の自転車交通事故第一号や。これ前も見たことあると思うけどな。これね、写真すごい好きで、まあ他いっぱい褒めてるわ、写真覚えやけど、俺カメラマンやからやけど、写真投稿してるけど一回も入選したことないからな。わかる？だって彼がなんか500、まあこの当時で500枚ってすごいねんけどさ。で、絵画、手芸、狩猟、手裏剣、手裏剣すごいね。手裏剣変なやつや、やっぱりな。みたいな、あと趣味いろんなので、将棋とか碁とかいろんなあんねんけどさ。でもな、やっぱり字もうまいし、これ、これ写真や、写真撮ったやつと、これって秋田県かどうかの話じゃない。で、狩りも好きやねん。で、自転車。あの、前が大きいて、後ろがちっちゃいやつ。どこかの博物館であるみたいやけど、みたいな。もう趣味ばっかり。で、例えば、爆心が会いに来るやん。会えへんからな。そしたら爆心怒るやんか。一生懸命やったのに、みたいな。会いもせへん、みたいな。だから、吉野部は会うねん。あの、吉野部やねんわ。渋沢栄一には会うねんけどな。なんでやったら、お金フォローしてくれてるやと思うねんと思うけど。ただ、渋沢栄一は、絶対に信頼を裏切れへんからな。他のやつはバーッと来てもチェーってなるけど、渋沢栄一は、こう、世話なったやつっていうのは、絶対に信頼を裏切ることは絶対せえへんかって。だから、ああいうこう、誤訳の会社作ってみたいなことになってくるのと違うかな、みたいな。と思うねん。やっぱり家庭環境やねんって。あの、清水三郎買って、基金でみんな、あの、野球打ちされるときに、染み付けだけは焼いたらかんみたいなあったやんか。でそういう小さい時からそういうこう教えておかしいけど、吉野部の場合は天皇万歳みたいなのがあったやんと思うねん。あと後半は好き放題してんねんけどさ、だから美香ちゃんなんてかわいそうやねん。美香ちゃんって嫁さんな、二つ上やねん。かわいそうやと思うで。うん、まあええわ。あとか、俺もうこれもう適当に今日のええわ、ええわ、お前やろう。はい、主事報奨、これグルメや。今日のその辺ガスだった俺。五輪のメダル、これすごい、考えたらすごいよな、みたいなな。ちゃっちゃっとやるわ。これは、見てこれ。長嶋茂雄と同じページにいられたグルメや。これあの、王室、宮内庁から送ってくる本やで。これ走り高と、走り幅跳び、なんか2位になってたわ、なんか。とか、もうちゃっちゃっとやるわな。なんか適当なポーズやってるな、これって、ああ、折って、骨折ったよ、でんか、こう、柵乗り越えて、みたいな。とか、あと、ほんで、これ着物着てるわ。なんか、上行く人かな、なんか。で、これ、京都、一人旅や。これ、いい旅撮ったら、ほんだら、こうなって喋ってきて、みたいな。わーみたいな。なんか、すごい、なんか、高校生かなやってんの、すごいなんかノリノリやってみたいな、わーみたいな、うん、覚えてるわ。でこれはそうや、写真展やっててんか。でこう行って写真の集まりしたらめっちゃめちゃ喜んで、お返し出してくれて、どうこうしてめちゃめちゃ歓迎受けて。でこれはなんか、これマネージャーでなんか陸上部でなんか喋っとってみたいな、よしみたいな、なんか感じるって。なんかまあ言えばなんか今日はもう何もやな。もうこれ今度言わな。そういう。大体大体やったな。まあ今日はこんなもんや。よし。なくなく最後でな。だから今日の授業はもうきっとちょっと。今50分これオーバーなってるけど、なんとか収集いけたし、今日のもできた。今日はここまで。今日は重いコート、これ重いコートのつもりやからな。重いコートはもう脱ぎ捨てなあかんみたいな。じゃあしまい。